内村選手のゆかはやはり、最初、おそらくやってくるであろう G 難度のリ・ジョンソンをやっぱり彼しか今世界でやっている選手はいないし、やっぱり G 難度っていうことは、鉄棒での演技では見られることもあるんですけど、他の種目っていうことに関するとほとんど世界でも見ることができないので、まずそこに注目していただきたいっていうことと、やはり床っていうのは着地が一番多い種目なんですけど、その着地を全て止めに行くっていう、止まるっていうのが彼の魅力だと思うし、どんな難しい技からでも次の難しい技を正確に行うことができるっていう、そういう合わせる力がすごくあるので、そういった連続技にも注目してもらいたいなというふうに思います。